そのか、はい、今いくつですか。今19です。19、なんか背でかいですね、はい、何センチあるんですか。170あります。え、170、はい、78くらいあるんじゃないですか。ちょっと、あ、着るね。あー、なるほど。今日はなんかものすごいおしゃれしてるんですけど、これは、これ今日のポイントですか、ファッションの。そうですね。なんでこれをつけるんですか。かわいいから。僕たちは香港から来てるんですけども、香港はもちろん知ってますよね、はい、香港について、あの3つの言葉を挙げると何でしょうか。3つ連想で、連想できる言葉、香港、はい、なんか例えば100万ドルの夜景、そう、はい、あと2つ、香港人の俳優さん、あ、食べ物ね、美味しい食べ物、ヤムチャとか、うん、あと香港人の俳優さんとか知ってますか。有名なハリウッドスターの、ジャッキーチェン知ってますよ。あ、ジャッキーチェン。なんかね、時代が違うもんね。いや、わかりますよ。そう、香港人の男性3人いるんですけども、はい、1人を彼氏にするんだったら誰にしますか、この3人の中から。ない。この人、なん理由は何ですか。爽やかだから。このポーズはじゃダメですか。あ、いいと思います。このポーズ。いいと思います。これいいですか。はい、この人はダメ。いや、いいと思います。あ、3人とも。いいと思います。なるほどですね。あと最後にですね、あのカメラに向けて、なんか香港の、あの視聴者へのメッセージを適度に何か言ってもらいます。どうしよう。原宿とかいろいろ楽しいところがたくさんあるので、ぜひ遊びに来てください。って感じでいいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、基本は、ね、はい、